皆さんにお伺いしたいのが今、もしも1つだけ誰かの概念を奪えるのであればこの中の誰のどんな概念を奪ってみたいかと道場さん僕はい僕僕かえーとですね僕はねはもう今、一瞬で思い浮かんだんですけど松田竜平さんの落ち着き落ち着きの概念を奪いたいです。私 本当に落ち着きないんですよもう立ってられないんですよねなんかこうあんまり表に出てこないんですよ何考えてるかわかんない僕全部バレるんですよ嘘つけないだからねちょっと落ち着き欲しいし落ち着きを取った流平さんがどうなるかも見たいそこの方が気になるどうしようかなあのいや,いやそういう意味では損なんですよね結構その 実は心の中ではもうすごい大忙しな状態になってる。うん、そうつけ絶対落ち着いてるよ。すごいすごいことになってる。今慌ててるんです。<laughs> 振りがあって慌ててる。絶対慌ててない。そんですけど <laughs> それがこう伝わらないからなかなかそれはそれで大変だよっていう。そうそうそうなんですね。足して二で割るっていうのは一番いい気がするんですよね。どうですかリュウエさんちょっと足して二で割りたい。 です私それいいいいですね <laughs> <laughs> 興奮してると思うだってあの夏去年の真夏ちょうどこの時期ぐらいに撮ってたんですけど僕,ら僕と竜兵さんのシーンの時36度ぐらいあったんですよ気温がで竜兵さん革ジャン着てるんですよそのシーンすんごい涼しそうな顔してるわけですよ俺もうすっごい汗かいてるのにずっと椅子座ってこう元気か最近みたいな え熱くないですかって言ってた熱かったですよね全然分かんなかったんですよね今の俺のモノマネですかあすいません本当に下手なんですモノマネとかできないんですよ<や>本んに。なんかあの多分タイプが違いすぎて結構絡みづらいっていうか <laughs> すごい苦手ですねわか,か,かりましたそれでは次の方にえ質問を向けたいと思います